全国で争われている建設アスベスト訴訟の中で、九州一人訴訟は今日、最高裁判所で国との和解が成立しました。国との和解が成立し、喜ばしいことです。この裁判は、アスベストにより肺の病気を患ったとして、2011年、九州の元建設労働者や遺族が国と建材メーカーに損害賠償を求めたものです。今年5月、全国4つの訴訟について、最高裁判所が国とメーカーの責任を認める判決を下し、その後、各地で継続中の訴訟についても、国が和解金を支払う基本合意が締結されました。この基本合意に基づき、今日最高裁判所で、九州一人の原告52人が和解し、国が3億5000万円余りを支払うことが決まりました。メーカーの賠償責任をめぐっては引き続き争われるということです。